マートン210万だね、2010年はい、2011年は180本取る長野誠第17回大会で2人目の完全制覇になった第28コンピラムの船長の人ね。というようにというように始まるように我々のメンバーではですね、はい、こういう偏った異常な知識を持った方々が数多くおられますと、まあ、今回はですね、まあ、そんな知識を利用したゲームをしたいと思います。はい、はい、名付けて辞書辞書作品ゲーム、これはそのままです。はい、今のやるただ単に永遠やるというのが永遠やりますか。まず一人のその答える役が一人いて、でワードを出題する、いわばこうジャブをする係が二人かな。一人は審判、二人でボンボンボン浴びせかけて、で答える方はそれを受けてその説明をねパッてすぐ返していくと。そのねもう壁当てみたいな。まあまあ全然わからんと思います。でだんだんやってると説明がねたまに雑になったりとか、知らないワードが出てきたりするわけですよ。怪しいなって思ったら審判の人はもうバツ、ベーってやって、その何回答えられたか。ああ、なるほど。それで個人戦で、はいはい、なるほど。それでもう個人戦。なるほど。はい、というわけで早速、やっていきましょう。はい、メイクイットバスボーイズ、クルムだったキミコ。というわけで、挑戦者、花尾でございます。はい。はい、では、いきます。はい。ほえ。ヨーグルトの上澄みに含まれているその液体の名前、マキバナサですか。マキバナサ、それはあのスーパーとかに売ってる安いヨーグルト3つ入り、あ、牛の絵が描かれてる。アプロですか。アプロ、それは俺の近所にあるスーパー。今引っ越ししてあんま近くになくなっちゃった。パパイヤ鈴木ですか。パパイヤ鈴木、それ頭爆発してる人太っていてヒゲも生えていてちょっと犯罪者チックな香りもする。え、博士太郎ですか。博士太郎、それはあのめちゃくちゃ取れてるっていうやつ、情熱大陸とのバイオにしてる。水田市ですか。水田市、それはあの、まあ、僕らの近所にあるあの大阪の北の方にある市で、阪大がそこにあります。太陽塔ですか。太陽塔、それはあの水田にあるあのピェッやつ。エキスポシーですか。エキスポシー、そう、俺めっちゃ大好きなやつで、よくそこのテーブルキッチンってとこであのジンジャーエール飲んでる。エキューズモールですか。エキューズモール、それ俺大好きなショッピングモールでそこでよく一人でたこ焼き食ってる。え、明石焼きですか。明石焼き、それはあの明石地方で生まれたあの焼き物で、あのお吸い物の中になんかたこ焼きみたいなのがぶっ込んである。ああ、え、琵琶湖ですか。琵琶湖です。それはあの俺の近所にあるところで、まあ登ったら綺麗。琵琶湖ワンワン。琵琶湖ワンワン、それ潰れたし、俺一回行った。今綺麗になってる。ピエにも一回潰れかけてまだ復活してる。え、綺麗綺麗ですか。綺麗綺麗、それは手を綺麗にするやつで、冬は手洗いうがいした方がいい。え、顔ですか。顔です。それ顔はもうみんな持ってる。みんな持ってるやつ。顔ですか。顔、それはあの花王の時に俺が言った言葉、企業の名前ね。え、ライオンですか。ライオン、それはもうガウーってやつで、あのライオンキングの時とかにこうやってあの子供抱えたりしてる。キラーパンサー。キラーパンサー、それはドラクエ5に出てくるあの仲間でプックルとかに名前をつけてるし、ボロンゴとかに名前もあるし、ビアンコのリボン書かせると元気になる。ピエールですか。ピエール、それはあのスライムナイトの名前をつけてる。え、タキくんですか。タキくん、それはピエールタキのつくる赤い人、ダメな人それはダメな人。え、入れ替わってますか。入れ替わってる人はタキくん。めっちゃ三葉と入れ替わってるし、あの一葉と二葉と三葉がいる。え、秒速5センチメートル。秒速5センチメートルはそれ新海誠の作品で、あの桜の落ちる速度のことです。え、長野誠ですか。長野誠だってコンピラマン28船長、28歳目のコンピラマン船長。ケガニの漁師秋山。ケガニの漁師秋山、ちょっと目が悪くて大体あのスタート時にこうやってる。え、離婚ですか。離婚したのは、それはあ、白鳥文平ね。あの市役所勤務の白鳥文平。え、タコ置いてるおっちゃんですか。タコ置いてるおっちゃん。なんだったっけ。多分大阪のどっかのたこ焼き屋にいるんけど知らない。これはですね、あのサスケの時にほんまの生だこをここに置いてるおっちゃんもいる。一般人なんかマジサスケスペースタコスペースおっちゃんとか出てくる。出てくるから。はい、ということで、はい、ただいまの花尾さんの得点、はい、25点でございます。おお、すげえ、すごい、結構いってる。ではいきます。はい、はい、よーいスタート。会話すと、あの会話コーポレーションっていうあの遊戯王の世界における社長の人ね。はい、ソリッドビジョンシステムですか。ソリッドビジョンシステムは会話コーポレーションってやつした、あのカードをセットしたら実際それが具現化されるっていうシステム。ニッパーですか。え、ニッパーはそれあのペガサス対海馬セットの時のあのダークラビットを闇エナジーで2倍にした時のペガサスの言い方ね。え、強欲ですか。それツボね。強欲なツボは、あの藤田ニコルが似てるって言われたから。疾風の暗黒騎士ガイアね、あのその
深海の戦士戦とかであの虹色のレインボーの上こうダイレクトアタックした時にも尻尾の暗黒騎士ガイア使ってた。カーソブドラゴンですか。カーソブドラゴンはあの暗黒騎士ガイアと融合したら竜騎士ガイアになるやつレベル4にも関わらず2000しか攻略ない。アロマタクティクスですか。アロマタクティクスはカード40枚デッキ全てに違う香水つけてどれが何か分かるっていう。え、友情、友情ですか。友情ね、友情ってカードの友と情は遊戯と情の字から来てるってことです。あ、はいはい、情ブログですか。情ブログはあの だいたい登録者130万人ぐらいでちょっとプチ炎上しましたね。あの渋谷にあのねベッド運ぶとかやって。え、スクランブル交差点ですか。スクランブル交差点はあのサッカーの試合とかの直後でめちゃくちゃありふれてるっていう。卵ですか。卵、何を答えたらいいんだ。卵スクランブルエッグ。スクランブルエッグ、いろんな混ぜ方があるけども僕が一番好きなのはエッグベネディクトです。え、ベネディクト溶液ですか。ベネディクト溶液は生物の細胞とかに反応するときの液体みたいな。え、酢酸カミン溶液ですか。酢酸カミン、酢酸あるんですけど核に反応する。え、酢酸オルセン溶液ですか。酢酸オルセン溶液も同じ働き。え、酢酸ですか。まあ、酢酸はまあ、酢酸はそれは CH3COH で、もう一個酢酸ダーリアってもあるってことです。ダーリア、酢酸ダーリア液ってもある。え、無水酢酸ですか。無水酢酸はあの酢酸2つ の分子間脱水をした時にできるもの。はい、ポリエチレンテレフタートですか。それはあのエチレングリコブルとあのテレフタートの縮合重合でできるんです。テータですか。テータ、あの素関数論という授業の先生が滑舌悪すぎてシータのことをテータって言ってた。シーターですか。シーター、終わった終わった終わった。全然わからない。シーター、もう一回、もう一回ちょっと真似して。シーター、さては、さては見てないんじゃないですか、この人。これ見てないですよ、これ。ワンチャン見てないのはもう想定内で。知ってるかなと思ったよね、さすがにここは。何を見てなかったの、多分。これは、天空の城ラピュタ見てたら正解でした。ああ、だからだ。ヒロイン、ヒロインの名前ですね。ああ、だからだ。だからだ。だからだ、見てないもん。江戸さん得点は18万です。ああ、頑張ったんじゃないですか。いや、サクサンダーリアちょっと悔しいな。サクサンダーリア出てこなかったんですよ。残り1個出てこなくてちょっとサクサン逃げちゃったんですけど。では参ります。はい、幼児山本、パリでダブタブーとされていた黒を使ったファッションで有名な山本幼児が作ったブランドです。そ、妻の方ですか。妻ですか。え、妻幼児ですか。そうです。え、ガリですか。ガリですか。それはしょうがないやつですね。え、バレンですか。バレンはあれです、あの、反応するときにバーってやるんです。あえ、バランですか。バランはそれです、お弁当に入ってる草です。あ、はい、あ、そうなんや、知らんかった。え、スピッツですか。スピッツはあれです、あの、ロビンソンです。ロビンソンですか。スピッツですよ。え、トッキーニワですか。え、それで8です。松崎しげるですか。松崎しげるはあの、むっちゃ黒い人ですね。黒点ですか。黒点はあれですね、あのシュテファン・ボルツマンの法則で出てくるあの黒点の変化によって太陽の活動が活発かどうか分かれてるやつですね。え、プロミネンスですか。プロミネンスあれですね、ブワーって出るやつ。え、コロナです。コロナはフワーって出る。フワーって出る。太陽だってフワーって出てがプロミネンス、フワーって出てがコロナです。分かると思います。地上の地平面ですか。地上の地平面はブロックホールの半径のことですね。それ以上、それのより中に入ってしまうと光でさえも抜け出せなくなってしまうという、ね、アインシュタインの相対性理論ですか。アインシュタインの相対性理論は、ま、相対性理論は一般相対性理論と特殊相対性理論の2つがあって、ノーベル賞を取ったのは特殊相対性理論の方ですね。ベロ出しますか。アインシュタインの有名な相対性理論ですね。はい、いやいや、よかったよかった。日食ですか。日食はあれですね、日食と月食に分かれていて、基本的に英語ではエクリプスと言われてるやつですね。ジーエクリプスですか。ジーエクリプスはあれです、あのキリト君に使ったわけです。明るいやん、お前それ。キャプテンファルコンですか。キャプテンファルコンはあれです、キャプテンファーレンですね。パーマネントスカーレットですか。パーマネントスカーレット、パーマネントスカーレット、それえ、え、かっこいい商品の名前ですか。美術のアクリルガッシュの色です。アクリルガッシュってやばっ。アクリルガッシュやばっ。アクリルガッシュの中に入ってるオレンジがかった赤の名前のことです。だからアクリルガッシュってあったな。ということで、はい、ただいまのスン君の得点は19点でございます。おー、頑張った。じゃあいきますね。はい、はじめ社長、それはあの日本で一番登録者の多い YouTuber です。はい、ボクシングですか。それはあの、はじめの一歩です。え、あれですか、キャプテン翼ですか。キャプテン翼、サッカーの方の漫画です。え、タッキアの翼ですか。タッキアの翼はアイドルです。え、キンキッズですか。キンキッズのそれもアイドルです。え、カーネル・サンダースですか。カーネル・サンダースはあの、ケンタッキー・フライド・チキンさんっておじさんです。え、カーネルですか。カーネルはそれあの、数学の用語であの、送ったとこがゼロになるような仕様のことです。
あ、写像ですか。写像はそれ関数をもうちょっとあの一般化したようなやつです。え、ジョルダン標準形ですか。ジョルダン標準形はあの行列のあの普通体格化って言ったらここしか並んでないけど、ジョルダン標準形はあの上右その右上のところに1並べてもいいよってやつ。あはは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 マイケル・ジョーダンですか。マイケル・ジョーダンはそれあのバスケットの選手です。え、エア・ジョーダンですか。エア・ジョーダンはあのマイケル・ジョーダンが入った靴の名前。おー、ジョーダンは好きですか。ジョーダンは好きですけど。いつはピース・オブ・ケーク、どういう意味ですか。いつはピース・オブ・ケークはそれ朝飯前って意味です。おお。パンパパン朝はパン今崎春のパン祭り、ツイッター春のパン祭り。中ちゃんぱいですか。中ちゃんぱいはあの2から8のえ、モーパイですか。モーパイはあの指の腹で触ってあの見ずにあの当てるんです。え、盲点ですか。盲点はそれあのバリの処女の人。盲目鳥のラップですか。盲目鳥、盲目鳥、盲目鳥、盲目鳥のラップ。これはきつい。これはきつい。これはバイオハザード4の古城に落ちてるランプを全部調合すると輝く盲目鳥のランプになる。ちょっと嘘すぎだなっていうやつ。これマジかキム選手、しかし非常に健闘いたしまして、すげえすげえすげえ、キム選手なんと22問正解。やばジョルダン標準系とかも結構まあ、まあ、いやすごいすごい、あれ、あれを簡潔にパッて言えるっていうのがすごい、すごい、あれほんま正直説明力ですね。